はい、今ですね、ちょっと最後の方話が CK トンポになっちゃったんで言いますと、3月の12日の夜に、あの震災の停電は、復旧しまして、13日かな、12か13日の夜に復旧して、まあ、それまではろうそくの火で、まあ、やってましたよって。まあそれ以来ね、まあ翌年は、ただその翌年は僕いなくてですね、岩手に。ちょうどザスパクサツ、あ、今ザスパクサツ組ますけどね、ザスパクサツ対コンサドーレ札幌の試合をですね、前橋で見てました。林雄介もスターターで出てましたけどね。まあだからあの年は僕はあの一人でホテルで誕生日みたいなのやってたんですけど、2013年以降はね、こうちょっと、まあ、2013年に関してはもう部屋でちょっと名残雪の山、雪山にろうそく立ててやってましたけど、まあ今年はね、もう雪もそんなないですからね。まあというか僕はね、もう IGR のねバースデーキップ知ってね、ちょっといろいろ自分誕生日をそれな自分なりにまあや楽しんでいこうかなっていう風な感じであります。IGR のですねバースデーキップ、あれがあればですね、1枚500円でですね、IGR 盛岡からメトキっていうか、あのこう近代地のですね、近代朝鮮までは行けますんで、なので500円がね、ですので500円で行けるっていうと本当安いです。もう盛岡渋谷片道より安いですからね。まあまあぜひともね、お誕生日っていう方はIGR 沿線でお誕生日の方はぜひご利用いただきたいと思います。あ、というわけでね、もうお時間となりました。やっぱりね、ということで、今日はちょっとまたグルージャの豊島役の方とか関係者の方が来てましたんで、まあ、グラグラになってしまいましたが、ちょっといろいろとね、いろんな雑音も聞こえたかもしれませんが、あとね、ちょっと CK トンボのね話があったのであれですが、まあ今週はこの辺で、ということで、ぜひともね土曜日にクロスヒートにお越しいただき、またですね、今このご覧いただいたとね、お話さ、私の、チャンネル登録ね押していただいて、何卒来週以降もね、お話、ね、聞いていただければなと思いますので、ぜひとも、よろしくお願いいたします。